エレベをアンプなしで生音で練習するのはダメですベーマガウェブ石村の低音よず相談所第6回です家だとアンプなしで生音で練習しがちって人いますよね夜遅いから音出せないとかアンプにつなぐの面倒くさいとかまあわかるけどうまくなりたいんだったら絶対にアンプ使って練習してくださいしかも小さい音量じゃなく 細かいニュアンスまで聞こえるぐらいの音量でやってください。なんでかって、エレベって本体だけじゃ未完成なんですよ。例えばコントラバスとかアコギはそのまま弾けばその楽器の音が出ます。共鳴度で弦の音が増幅されるからね。エレベもアンプなしでも音は鳴るけど、めっちゃ小さいし、そもそもこれエレベの音じゃないしね。弦を弾くとピックアップで電流が起きて、そして本体のコントロール、ケーブル、それからアンプのプリアンプ、パワーアンプ、 スピーカーケーブルそしてスピーカーっていうこの流れ言うまでもなくこれは全部電気信号ですで最後にスピーカーが空気を振動させてやっと音になるってことはベース本体からスピーカーまでで一つの楽器なんです、ね、あのケーブルとかアンプみたいに交換できる部分も含めて一つの楽器で楽器の演奏で一番大事なのは超絶テクニックとかじゃなくて、うん、音色とリズムフィールなんですねどんなジャンルのどんな曲でも うん、音色とフィールが曲に合ってたらシンプルなフレーズでもかっこいいし、うん、どんだけ早弾きしても音色とフィールが合ってないとかっこ悪いじゃあ音色を追求しようってなったらどっちのピックアップ使うかとかトーンの具合とか、うん、ケーブルの種類とかアンプでの音作りみたいな、うん、ハードの面も研究しなきゃいけないしピッキングのニュアンス、うん、ピッキングノイズを抑えた弾き方余計な開放弦を鳴らさないみたいなスキルも身につけなきゃいけない。 でこういう大事なディテールってたくさんあるけど全部アンプでで音出さないないいとわかんんすよあとね生音とか小さい音だけで練習してる人って結構力任せに弾いちゃってることが多いですねまあそれは聞こえづらかったら強く弾いちゃうよねでも力任せに弾くといい音色は出ないですリラックスして弾かないとねアンプ使えば余計な力はいらないはずなんですなので ちょっとでも音色のことを気にしてるんだったら普段からある程度の音量でアンプ使いましょうとはいえ日本だと家でがっつり音を出して練習ってなかなか難しいですよねでも最近の自宅用アンプとかマルチエフェクター大体いいヘッドフォンアウトがついてるんでヘッドフォン使いましょうねあのスピーカーの音とは違うけど生音よりは全然いいあと Mac とか PC スマホタブレットとオーディオインターフェースの組み合わせもいいです ただ、まあ、毎日じゃなくてもやっぱり定期的にスタジオとかでしっかり音を出して練習した方がいいです。っていうのはアアンンププででで音音をを出すすととと部屋ののサイズとかか置く場所とかで低音の回り具合が変わるんですねそれをアンプで調節しなきゃいけないんだけどそういうことってヘッドフォンでやってるとわからないんですよね。ということでアンプやヘッドフォンを使ってディテールを大事にして一緒にベース上手くなりましょう。 質問とか感想、コメントしてください。いいね、シェアお願いします。それから SNS もフォローしてください。ではまた、石村潤でした。